M56 はユーゴスラビア社会主義連邦共和国で開発された短期間銃である。1950年代中頃 M49 短期間銃を更新するために設計された。外見は第二次世界大戦中にナチスドイツが開発した MP40 とよく似ているが構造上の類似点は少ない。機関部の設計は M49 と同様イタリア製ベレッタ M1938 短期間銃に由来する。また、湾曲した 7.62X25mm トカレフ弾用の弾倉は M49 やソ連邦製 PPSH-41 短期間銃のものと似ているが互換性はない。はい、鞘口は PPSH-41 と同様に機関部の上にある。 ピコイルスプリングはイギリス製ステン短期間銃によく似ており、マガジンリリースレバーはソ連邦製 PPS43 短期間銃と同型だった。機関部下部及びピストルグリップは樹脂製である。機関部下部は寒冷地で温度変化により割れることが多く、これを防ぐために内部に木材が挿入されるようになった。折りたたみ式重傷は MP40 と同型である。 倒立式の消耗は、照準距離を100メートルと200メートルに切り替えることができた。機関部右側に設けられたコッキングハンドルは安全装置を兼ね、ひねるとボルトが固定された。着剣装置も MP40 とは異なる特徴である。セレクティブファイヤー機能を備えており、引き金の上にボタン式のセレクタが設けられていた。右に押し込めば、フルオート射撃。 左に押し込めば、セミオート射撃となる。あとに QX19mm 弾を使用する M65 というモデルも設計された。ユーゴスラビア人民軍及び国境警備隊では、ザスタバ M70 小銃の短縮モデルや M84、短期間銃で更新された。その他、周辺国への輸出も盛んに行われた。 MP40 が用いた 9X19mm パラベラム弾と比べると 7.62X25mm トカレフ弾は有効射程と貫通力に優れる一方でストッピングパワーは多少をっていた。ありがとうございます。